Hi everyone, it's Imran. Thank you very much for always watching 英語英会話一日ひとこと。Today's ひとこと is Q1151. Are you guys ready? 行きますよ。しっかり聞き取って、そしてどういう意味か考えてください。I can't make out what it says. I can't make out what it says. I can't make out what it says.3回も言えば十分でしょう。私は何て言ってたでしょう。そしてどういう意味でしょう。3秒考えてください。 OK、 では答えです。答えは I can't make out what it says. I can't make out what it says.と言ってました。意味はわかりますか？ちょっと難易度高いです。10歳レベルぐらいですか。10歳の子供だったらわかるかなっていうぐらいの。6歳7歳だとあまりわからなくはないですが、あまり言わないかなというか、わからないかもしれないですね。このメイクアウトっていうのはまだ習ってないかもしれません。 OK、 では行きましょう。 I can't、 できない。 Make out、 わかる。 What it says、 なんて書いてあるかです。なので、なんて書いてあるかわかりませんっていう時に使います。例えば、私の字が汚いとしましょう。そういう時にこう画面を見てる皆さんが、なんかなんて書いてあるかわかんないなっていう時とかに使います。I can't make out what it says. Can you? わかりますか？とか。あとは遠くにこう、看板があったとして、こう、微妙な距離でちょっと見えづらい、見にくい、完全には見えない場合に、I can't make out what it says.まあ、例えば他のこっちの人が What does that say? I don't know, I can't make out what it says っていう感じで使ったりすることもできるので、遠い距離が遠くてよく見えない、見えづらいとか、字が汚くて見えづらいという時に使えます。ぜひ覚えておいてください。この make out がですね、イディオムなんですけども、まあ make と out だけで、作ると外なんですが、一緒になると全く違う単語になります。熟語みたいなものです。なので、こういうものはちょくちょくやってるんですけども、やはりその覚えていかないといけないものなので、ぜひ皆さんもしっかりこういうものをちょっとずつ少しずつ覚えていきましょう。で、習ってもすぐ忘れるじゃないですか。それはそれでいいです。そんな気にしなくていいです。何度か出てきた時に分かれば、何度かやったり何度か習ってて覚えていけばいいので、一度や二度出てきたものっていうのは逆にまあ覚える必要はないかもしれません。まあ二度だったら覚えた方がいいから。一度ぐらいだったら特に覚えなくていいです。で、いつも言ってますけど、自分で文章を作って言ったりしてると覚えられるので、どうしても覚えたい方は自分で文章を作って何度も声に出して言ってください。OK? 覚えられないんですっていう方結構いて、じゃあ勉強何してるんですかっていうと、あ、いつもこう本読んでるんですって、いやだからですよっていうことが結構多いです。なので、この前出た本にも書きましたけども、見てるだけの勉強はすぐ忘れるので、まあ、勉強のうちに入らないです。ちょっと書いたりとか口から出さないと、アウトプットしないと勉強のうちに入らないので、本当に覚えたいと思っている方、覚えられなくて苦しんでいる方というのは、見てるだけの勉強はやめましょう。じゃないといつまでも来年も再来年も同じことを言ってしまいます。もったいないですね。同じ時間使うんだったら書いたり言ったりすれば覚えられるのに、わざわざ効果が出ない方をやり続けるという意味がわかりません。わからないですよね。自分も今まであれなんでそんなことしたんだろうって考えてみると思うはずです。なので一緒に頑張っていきましょう。どんどんアウトプットしていきましょう。では発音です。 I can't、 キャですね。 I can't、 そしてこれ T 発音しないです。 make out、 make out つながって make out で T を止めて what it、 what it、 li、 what it、 le、 le と li の間ぐらいの音にしましょう。 what it says、 I can't make out what it saysI can't make out what it says というふうに発音しました、というふうに発音しました。OK。で、ですね。あ、says。ちょっとこれ先に説明しておきましょう。まず、it ですけども、まあ、sign とかセンテンスとか、まあ、話してる相手がいるので、何のことを指してるか分かるので、まあ、it にしちゃいます。そして、says。まあ、書いてあるって意味で使います。says。what it says。まあ、看板は言ってるっていう感じでもいいんですけども、一応書いてあるって意味で使います。What does this say? これなんて書いてあるんですかって言ったりもするので、
書いてある says を使うことがあります。 So I can't make out what it says の発音に移りたいと思います。ではですね、ここまで一回言いましょうか。 I can't make out、 I can't make out、 I can't make out what it says、 what it says、 what it says、 I can't make out what it says。 つなげて言ってみましょう。もう一度言うので繰り返してください。I can't make out what it says. I can't make out what it says. I can't make out what it says. Okay? いいです。電車の皆さんもちゃんとこう口の中でもごもごでやってましたか？そしてこの表現言ってる自分をちゃんと想像しましたか？いや、いいですね。では今日の注意点が一つあります。Make out。Make out はですね、実はもう一つ違う意味があります。あまり大きい声では言えないんですけども、イチャつくという意味で使います。しかも結構激しくイチャつく感じです。こうなんか、こう、とかそういうレベルじゃないですね。もうなんか、はぁ、こんな感じです。なので、特にこう、野外とかで、たまにありますね、アメリカのこう、なんか番組、昔よくあったんですけど、昔よくあったというか、なんだっけ、NG 集か。テレビの NG 集みたいなやつで何度か見たことがあるんですけども、ニュースキャスターが話してて、公園で話してて、後ろの方のベンチで、男女が、ちょっとこう、イチャついて、ちょっとじゃないですね、結構、過激にイチャついてる場面がありまして、そういう時にメイクアウトを使うんですけども、まあ、Are they making out? とか。イチャついてんのっていう感じで使ったりします。なので、あとまあこうどういう時に使うかな、あとも get a room、 いやそんなことするんだったらホテルの部屋取れよみたいな、もう使ったりします。 get a room、 日本語であんまり言わないですね多分。なのでまあ一応 make out そういう意味でもあるので気を、使う時に若干気をつけてください。どういう時に気をつけるか。Can you make out what it says? ちゃんとつけましょう。Can you make out what it says? Can you make out with me? とか言っちゃダメですよ。Can you make out me? まあそうだと通じないか。OK, anyway, まあとにかくこう何かしっかりつけてください。OK, 一応まあそういう注意点もあるので、make out。いいですね。今日2つの意味を、意味で使えるようになりましたので、ぜひ使ってください。両方使えるといいですけど、なかなかまあもう一つのメーカー使えないと思います。が、とにかく覚えておいてください。OK, では、I'll see you in my next video lesson, OK? Bye!